どうも、ともハッピーです。どうも、開封大好き吉弘です。はい、ってことで今日はハレルヤコンバット吉弘さんね、ゲストに来てもらってやっていくんですけど、やっていこう。今日やっていくのは、基本セット2020のシールド戦やっていきます。イエーイ。2020の楽しい楽しいシールド戦やっていいんですか？ やばい今回ね、この後 GP 千葉もあるっていうことで、プロプレイヤーと、あと何でしたっけ、中級の達人でしたっけ、達人相撲達人の、まあ、中級達人プレイヤーの吉野さんと、はい、まあ、それぞれで構築して対戦していこうかなっていうことだよね。まあ、白黒はっきりしてタイプで、まあ、純粋にシールド組んでやっていくんですけど、まあ、その中でね、まあ、いろんな、はい、シールド戦の大事なエッセンスとかもちょいちょい出せたらいいかなっていう感じで。そうですね、俺も達人としていろいろエッセンス出していきたいなと思ってるんで、はい、よろしくお願いします。まあ、なんかね、シールド戦分かんない方のために簡単に説明すると、それぞれのプレイヤーが6パックを開封して、開封ですよ、開封大好き、はい、開封して、それでデッキ組んで戦うっていうね、非常にシンプルなルールです。いや、まあ、エキサイティング極まりないですね。はい、もちろん、ね、4人であっても8人であってもいいし、1000人、2000人、2000人でやってもいい大会っていうのもあって、それが今度あるグランプリ千葉2000人以上参加する大会になってます。やっぱマジックベストね、楽しみですよね、お祭り。いや、俺、ちなみに、はい、結構グランプリって、その本戦ありきで、その横になんか売店がいろいろあって、はい、あんま好きじゃなかったんですよ、今まで。ただベストになってから、その本戦参加しない人もなんかスタンプラリーだとかより楽しみやすくなったっていう、うん、まあ、グランプリの末期から日本だとそういう感じになってて、ただ昔は本当にメインの本戦があって、他は本当オプションって感じでしたよね。それ、今まで以上になんか本戦出ない人も楽しめるよっていうのを感じれるようになったんで、俺前回フェスト出て、あ、これはいいもんだと思ったんで、今回の千葉ね、本戦は出ないですけど真っ赤ぐらいは行こうかなと思ってます。はい、じゃあっていう感じでやっていきます。よろしくお願いします。イエーイ、お願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、はい、まずね、普通に強いデッキ組めるかなっていうのも楽しいけど、普通にね、まずは開封楽しんじゃってね、ここまでは普通のブースター開封と一緒ですからね。はい、ということで楽しい楽しい6バック開封の時間だ。イエーイやべえやべえ、音量でいけやべえな、これカメラ面白い自分の顔見て笑ってられるんだな。本当に菅田将暉になりたいだけの人生だったの。はい、では、なんだろう、赤いで、こちら、あ、わざわ、こっちだ、力の霊感、力、お、来た、これこの間、ハッピーだった特殊ウィンできた。なんな見たいけど、特殊ウィンか、アケムシスしかない。アケムシスかね、詳しい。次のレアー、アジャニーの群れ仲間からのフォイルじゃないよ。あ、緑のフォイル、緑のフォイルって、おお、かっこいいのが光った。え、なんだろう、なんだろう、すげえ。やっぱね、相手の方を見ちゃうとね、ちょっと有利になっちゃうからね。おー、あ、大好きなやつだ。おー、いいだね。俺の一番綺麗なやつ出た。こいつね、小物のあれが強いね。え、そして何このモダンのサイドボードセット、すげえすごっ。まずシールド戦的に全然いらないけど、すごいフォイルが出ました。すごいフォイルと、すごいモダンのサイドボードお友達、これやばいね。この出方はやばいじゃない。どれだか、あ、なんだこれ、うわー、来たー、おみつえもらったな、これシールド的にはマジいらない、いいカード出ちゃったな。プレイしてやろうかな、いっそ何が飛んでくるんだ。はい、次、次のパック、これがちょっと、スリーブください、スリーブ。なんだなんだなんだ、スリーブ、いや、さっきの、これだよね。なんか吉弘さんには何だか分かったんやけど、超高いな、高い高い、多分まあまあ高い。スリーブ必要、開封大好き。これ光ってないが、ダーン、こちら、うーわー、これ誰だ、リミテじゃ何の役にも、何の役にも立たなくてはないけど、じゃあ基本役に立たないな。全部開け終わったんで、もう、じゃあ色分けしていきます。まだまだこれを楽しみにしております。開封大好き、ダーン、こちら。そんなの今まで言ったことないけど、いや、聞いたことある、言ったかもしれない、1回ぐらいあるかもしれない。これ俺知ってんだよ、これ神話やじゃん、絶対強いと思うじゃん、強くなくても弱くはないと思うじゃん、弱いんだよ俺、まあ、とりあえずこの強いやつ2枚、これを死に組んでいきたいと思います。
え、まあね、シールド戦はとりあえず何が出たか把握しなきゃいけないんで、まずね、剥いたら、まあ剥きながらでもいいんですけど、色分けしていきます。で、ちょっとこの、もう絶対でね、次はね、あの絶対使わないカードを剥いていきながら、各色でマナコスト順にしていくのがおすすめ。何でいくかな、うおぉ、このなんか安定感のある3マナ4マナ息、こいつね、こいつめっちゃいいね、こいつ2枚めっちゃいい、こいつ2枚もめっちゃ、まあ、こいつは普通か、まあでもいいかな。5マナも強い、青の子も強いんですよね今回ね。って言ってるとメインから青対策やられちゃうから、ね、使うか分かんないけど、これもこれもあるから結構いいんじゃないかなって、有力、褒める有力。シールド戦はね、結構長引きやすいから、場合によってはこんな悠長なカードもいける。いらないカード抜いてマナコスト順にすると結構ね、分かりやすくなるんですよね。全部のカードぐちゃぐちゃに見るよりもね。僕も喋れますよ、感動する。いやいや、プレイヤープレイヤープレイヤーなので、プロプレイヤーなので。だいたい呪文カード、だいたいね、カード23枚、土地17枚で組むのが最も多いですね。で、っていうことは1色11枚から12枚になるから、11枚12枚が一番平均したから、これ11枚あるから結構大丈夫。完成だよな。ピョン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 バサバサって感じだ。ピョン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 バサバサ困るな。ちょっとマジで困るな。大変なの。ピョンバサダーって感じだ。ピョンバサダーは困るな。知らないでしょ、ピョンバサダー。ピョンバサダー、まあ、ピョンピョンバサバサしてくるんだろうなって思うよ。そのまんま過ぎましたかな、バレちゃった。俺の方は完成しましたよ。早っ、マジで、はい、貴公子じゃん。貴公子ですよ、俺も速さだけはもう誰にもね、すげえ、はい、このカードがね、あの一等カラーと組み合わせると結構いい仕事するんですよね。一方札、まあ、シールドはね、3色目4色目ちょっとずつ入れちゃうとかもありなんだけど、まあ、できれば2色で組みたいですね。やっぱその長期戦になって勝てるようなカードとか対処手段がめっちゃ優れてるんでなければ、基本はね、2色でいって押し切る、早めに押し切るパターンを作りたい。あ、視聴者のみんな教えてくれ。これはさすがにあの、まあ、キーカード引けるから強いよね。そういったことない。この時にはこれがある、これを引いてきたらもう大体のやつはね、こうビビってその場で死ぬ。よし、めっちゃか、めっちゃか。俺はこれでいこうと思います。はい、大体できてきました。最初のフィーリング通り。 OK、 できました。これで OK、 できました。はい、じゃあお願いします。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 ダイプロと対戦できるなんて。4、5、どっち取りますか。あ、そうか、そういうことか。じゃあシールドは後手取ることも結構あるんで、ちゃんと選んでくださいって聞きます。後手で、うん、オッケーです。お願いします。お願いします。じゃあ先手で初手はこんな感じ。あ、これよかった、後手取って本当によかったわ。マジでこっちでよかった。はい、キープします。はい、いいですよ。セット終わり。アンタッパップキープドローします。すごい。一旦目沼を置いてこいつ出して、はい、終わりです。ドロー、セットセットしまして、はい、ムーランドの新門下3マナで先制攻撃つけることできます、はい、なるほど、終わりです。こう置いといた方がいいな。アンタッパップキープドローします、はい、盛りセットして終わりです。はい、アンタップでドロー、セット島からアタック、アタック、しゃあない、クラウしゃあない、2点。よしよし、クモ族の予見者、はい、飛んでる。3マナに実行で出た時カードも引けちゃうっていう、はい、強、終わりです。アンタッパップキープ来い。まずい、ちょっと止まったけど、ね、まだ全然大丈夫。終わりです。大丈夫、心配しないでください。あの、鬼強いんで、このデッキ。ドロー、アタックします。クラウしかない、4点。よし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 、季語のグリフィン、はい、大丈夫です。アンタッパップキープ通します。よし、来た。分かりやすいビート、森を出して、はい、全然こっからなんとかなる。どうぞどうぞ。で、まだ相手のハンドにはね、状況が満載だろうから、俺がやるべき行動はまず
止まってる中でやりたくないな。初期満載。投資止まってる中でやりたくないな。やるしかないかな。はいはい。状況あるかな。まあもうそんなこと言ってらんねえわ。はい、網投げ雲で終わりです。フライヤーをノックするときでかくなる。ドロー不動の翔平。はいはい、不動の翔平出してプラス1。はい、あ、これ死ぬときないですか。出たとき、出たとき。あ、そうかそうかそうか。そあ、こっちは、不動の翔平は正解持ちの3人で死んだとき、はい、死んだとき了解です。こっちの能力で、はい、3、4になってこいつでアタックします。3、4でノックするか。一応こいつブロックすると4、3になれるんで倒したい、はい、じゃあ神々のおぼし飯、はい、うわー、プロテクション、プロテクション緑与えて、エンドまでプロテクション緑与えて戦術します、はい、おっ、これはいい。うわー、マジかよ。で倒して脅威を倒して、はい、終わり。でも大丈夫、この状況にトップに乗っけるってことはやべえな。アンダーパック気分どうします。きたきた、なんか沼フロアとだった、今更だったけど沼出して。これね、いわゆるテンポ取れちゃいましたね。そうなんだ。1マナの呪文で雲を倒したっていう、これはきつい。吉野さん、いや俺まだ勝てる術はある。こいつを出すで、フィニッシュだ。宇宙フレギサウルス。宇宙フレギサウルスは、え、口ゆくでしょ。口ゆく、口ゆくレギサウルス。どっちでもいいんですか。こいつね、フレーバーテキストがいいんですよ。 あれこそがゾンビだ。それさっき、あ、言ってたのまんまだった。別の撮影でさっき言ってたんですけどね、ぽい、うん、のじゃなくてまんまだった。あれこそがゾンビだ的なこと言ってたって言ったけど、正確に覚えてた。短すぎて覚えてた。3マナだけど、まあ3マナの分でデメリットがあると。でも俺のこれこそがゾンビだ、うん、はい、俺はこれでエンドします。天術打ちが取って置かれてるのが痛いな。ドロー、素直に行くか。え、北方の精霊、はい、5マナ3、4飛行にもかかわらずプラス能力がついてる、はいはいはい、こいつを対処する呪文を、はい、対戦相手が隣には2マナ多く必要です。つまり除去られづらい、かってこい、はい、プラス1されたんで、はい、飛行2体でアタックして5点。あ、そうか、え、待って待って、クリーチャー出た時にこいつの能力で、はい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 、あ、ひえー、じゃあ5点、5点、空から5点、9、はい、アンタップ、アップキープ、アップキープにカード捨てます。こんな7マナ、6マナ7マナ捨てます、はい、で、どうします。まさかリアニメと、そう、リアニメとかできるけど、できるけど空は止まらん、空は止まらんから、問題はここなんだよ。どう空を止めるかだ。レギサウルス、トランプルないのが、そうなんですよね。骨を沈んで、追加コストで、はいはいはい、骸骨削ります。これいいっすね、骸骨削るといいっすね。で、そう、はい、で、すげえ、強烈な、で、これ出すで、これを反応本当はこいつ回収したいけど、そう、もう止めないと、これを止めないとダメだから、しゃあないっすね。で、こいつの手札回収しましたね。はい、オッケー、1体サクって、1体場に出す、1体手段回収、はい、して終わりです。 OK、 なんか得されてる気分だけど、レギサウルスで毎ターン損してるから、まあいいか的な。そうだ、確かに。ドロー、勝ちすぎてる、やめろ、勝ちすぎ状態、勝ちすぎ状態入っちゃいました。え、ヨシヒロさんはどんな顔してるでしょうか。はい、いきます。これでもいいかも。あ、山陽飛行、北方の精霊で、ヨシヒロさんにチョップ。じゃあ網投げの雲でチョップ。はい、相打ちで、相打ち、オッケー、よかった、これで助かった。真剣白羽取りされて、はい、それが半分刺さって相打ちです。終わりです。アンダーパッキング、ここのディスカードむずいんだよ、はい、もう俺の勝ち手段はこれしかなくて、でもこれは結構俺生きるために必要だから残しておきたいんだけど、でこれが引けない可能性があるから、もうこれなんかな、やん、違うな、鬼むずいわ。捨てるカード泣く泣く、これ捨てまーす。捨てました、アンタッパーキルドロー。え、すごっ、あ、使えないんだ、タッチから、さっす、あざっす、血に染まった祭壇を出すぜ。あー、なるほど、ゴーゴーデーモンをいろいろ手を出してながら、はい、クリーチャー減速で出してくる、そう、ライフも2点払いながら、結構、はい、結構代償が大きいというか、コスト大きいですよね。打ち消される、まず打ち消される、やめてよやめてよ、やめてよ。シールドはカウンターが強い、なぜなら全体的に重めになるから、ということで、そのやめて、そう、重いスペル消します、巻き込み。うざい、煽っていく、煽っていく。はい、皆さん真似しちゃうんですよ、仲いいからやってるだけね、長引くからね。せっかくなんとかなりそうだったのに、どうしてくれるんだよ。これで俺残ったから捨てなきゃいけない。ってことで僕のターンでいいですか。はい、大丈夫です。レギサウルス殴らなくていいですか。殴らなくて大丈夫です。はい、アンタップドロー、飛行でアタック、しゃあない、受けるしゃあない、4点、あと5、終わり。アンタップ、アップキープ、うわぁ、捨てたくない、捨てたくないけど、さらば、チーンで、どうします。あ、飛行が知ってるよ、飛行
本物知ってるよ。でこれね持っててもね捨てなきゃいけないんだけど、かといってねこれをね握っとくことによって変わることも俺はあると思うんだよね。こんな強いカードだから次のゲームされて見せない、うん、とかもあり。よしこれはねあの単回そうこのまま、はい、終わりです。コンプリッチャーはすげえ。カンパナイチさん、はい、許可、はい、死にました。あ、はい、5点です。これなんだっけな、デュエマでこれなんだっけな、パーフェクトウィンっていうらしいですよ。あかんな、なるほど、そのままか、そのままこいつはあのデッキにあって使えることはなさそうだからこいつで少しでも生きながらよ。はい、ふわっとしたシールド向きじゃないから抜きます。はい、定番系サイドボード入れます。お願いします。まず先行こう、やろう、チェック。うん、大丈夫、ほらこんな素晴らしいレベルだ、ちゃんとやればできる子、これでやっていきたいと思います。まあ、ちょっと不安はあるけど普通にやります。これ出せたら嬉しいかな。はい、じゃ先生よござんすか。はい、じゃあ、ね、おなちゃん入ります。出したいね、うまく刺さりたいな。緑ダブシングいるから森だけ出して終わりです。ドロー、しまっ、終わり。またコピープロします。沼出してフリーズマイト出して、あー好きなマナ出せる、はい、好きなマナ変換できる今の位置。ドロー、島出して終わり。あ、またコピープロどうします。やばいな、青ターン先頭入ります。はい、アタック、よし、3つ、今のノーコンじゃないよな、リーサルズ、やばっ、やっとかれー、勝ったー、イエーイ、おろえ、レイサルズやばい、はい、やばい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 、とりあえず引いてくしかないな、引いてく、はい、これはやばいな。でも毎ターン3、4ターン目から毎ターン手札捨てるんですか。そうっす、やばくない。あのもうこいつが地元族の予見者、はい、ドローカード終わり。アンタップアップキープじゃない、やべえやべえ、ディスカードしまーすこいついいな、こいつ捨てます。こいつ捨てました、はい、ドローします。うん、こっからも出すカード考えてないの、確かに、うん、毎ターン捨てるから、毎ターン捨てるのちょっとやべえよ。戦闘宣言、メギザルズだけパンチ、メギザルズだけパンチ、11盛り出して、はい、終わっとこ、終わっとこ終わっとこ、お、マジで、はい、アンタップ、ドロー、セット&ゴー、セット&ゴー、モノブルー、アップキープ、アウタン、ここちょっと難しいよ、ここちょっと難しいよ、もう、もう、ま、ここだ、まずここだ、いやー、これ、いってみます。困ったけど、全然チャンスあるな、まだ、超、超面白い、これ。戦闘宣言、はい、レギザルだけパンチします。もはやブロックケース、倒したで、ターン終了。え、終了、はい、もうただただ毎ターン捨てるマシンじゃん。もうそうなんですよ、もうそれしかない、はい、ドロー、はい、よっしゃー、イエスヘッジ、なになになに、経験の命令、追放、レギザルス追放、アンコモンのサイドボードカードシリーズ、マジかよ、クローカーかクリーチャー追放して戦術1、そんなズリーかも、よっしゃーズリー、ズリー、本当にズリー、上、はい、終わりです。ウタパクティーズどうします。やった、これだけアタックします。布を置いてシルバーバックの不死、不死ハンター、オッケーです、巻き込み、終わりです。ハンターとしてドローヘッジ、はい、上皇の使徒、本当はこいつで止めたかった、はい、終わり。アンタップ、プロテクション黒で毎ターンディスカードさせたかった。戦闘宣言、はい、1パンチ別にいいか、7、よし、もうそいついる限りこれ使い道ないもんな、どうしようかな、するやつ持ってる、するやつを持ってる、スーパー怪盗、自分に壊し出したカウンター、ワンドロー、ワンドロー、骨を灰に、これダメだ、マジでうまいわ、終わりです。ドロー、スーカードさっき見てるかな、1本目、うーん、してやるか、アタック、2点食らいました、はい、
左に出して終わり。エントップスバッキープ、どうします。これは不動の翔平、不動の翔平、今は追放できちゃいます。追加ポストでまあサクって、はいはい、キャストします。対象取るん、はい、取らないです。取らないんだ、はい。あ、なるほど、はい、すごい強い、対象取らない。1万円を下に戻し、これでいいか、ゴリラと、うん、茂み壊し追放で了解です。はい、でこの中からハイドラを手札に加えられちゃう。そうなんですよね、そうなんですよ。くそー、見落とさなかった。ハイドラとゴリラでいいや。ハイドラとゴリラ、はい、そうなるともしょうがないな。だからじゃあこいつが先行、ハイドラとゴリラ追放で、はい、こいつ先行を、こいつがハンドインかな。はい、オッケー、OK です。沼だけ出して終わりです。ドロー、たまにグリフィンの保証を出してから、はい、こいつアタック。なるほど、まあ食らいました。3点、警戒でタップしません。予言の子で戦術に、はぁ、1枚上で1枚下で、はい、やべ、1枚上に乗っかってる。アンタッパーキープで押します。あんま悪くねえ。青のクリーチャーマジ優秀、今回強いな。むさぼる、はい、ハゲタが出します。4枚落としてで、クリーチャー、おい今ハゲったか、なんてやねん。そんな気にしてんすか。いや気にしてません。全然ふさふさっすよ、大丈夫ですよ。言いたいだけです。うわー強いかって。あ、回復回復回復、はい、これクリーチャー落ちた分2点回復、1点ね、1点、あ、はい、クリーチャー落ちたときで1点、 OK。 うーん、ルールの骸骨出して、はい、骸骨ちゃん、骸骨ちゃん出して終わりです。ハンドアップ、ドロー、押せアタック。こいつ警戒だけど殴んないですか。殴んなくて大丈夫ですか。いや、なんか巨大化で打ち取られちゃう可能性ある。じゃあ殴らないと、うん、OK です。ここだけ、はい、3点、はい、3点くらいで死にました。太陽の伝令、はい、で、オリッケー、ヒートアップアップキープ起動します。今さらこんなの来てもどうにもなんねっつーね。回収したいっす。はい、OK。こいつやば、うん、そいつマジでこのデッキに対して終わってるから。未だに1プロテクション黒でさらにプラス能力あるっていう、うん、白騎士みたいなもんか。あれ骸骨出して、はい、ドルイドだ、マナフリ出して、okay、 終わりです。 OK、 ドロー、強気アタック、12点しか入らない、1回強化して12点、大目で死にます。ドーン、ひどい、こいつはひどい、どうやばいな。まあ、ここキャッチ、これキャッチぐらいですね。これで解決したよね。次元の浄化当てるよな、決まんないですね。じゃあもうラッシュ、ラッシュかな、はい、許可、許可されました。ダメージが6点、パー1、はい、あ、一方殺、一方殺、で、2、1、飛行、ひー、蜘蛛族の予見者出してドローして、はい、セットして終わりです。アンタップ、アップキン、どうします。最後すごい綺麗な沼引いた。お、一応骸骨を回復します。はい、します。はい、タモリです。なんかレギサウルスのおかげで勝っちゃったみたいな感じで、今回のあいつがアドバンテージ稼いでくれて、3ターン目はさすがに3ターン目出すのかなりのリスクですね、やっぱね。ちょ、除去られてもそのリアニできるっていうので大丈夫だと思ったのに、リアニがあったけど、なんかそいつ、こいつが計算狂いましたね。あー強いな、それ、もうアタック、はい、全部アタック、全部アタック、ここはこうで、はい、選択肢がこうするしどうこうで、まだまだ、あ、2回引くのかな、まあこれ強化します。 OK です、はい、大丈夫です。今日5点、はい、5点くらい、はい、残り2、はい、終わり。なんかあったっけ、俺のデッキに解決策は。あ、これだけ聞くよ。環境になんかあったっけみたいな。アンダーアップキープ、はい、何かあるはず。とろー、おお、こんなんあったな、いい声出た、こんなんあったわ。ちょっと待って、森、あ、最近ね、森勝博がね帰国しましたよ。あの男はついにGP 千葉出るらしいです。あ、そうなんだ、じゃあ森勝さん帰ってくんだ。そう、森勝さん懐かしいですね。懐かしい、負けっすね、これ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。握手強い、握手強い、綱引きじゃん、綱引きじゃん。
まあね、はい、シールド戦飛行ビート強いっすね普通ね。いやマジで強かったよね、シンプルに強い、浮いてるやつは強いわ。あとやっぱ2色強い、2色強いっすね。え、3色じゃないと結構組めなかった。あ、いや、え、あの除去が確定除去が薄かったんで、ああ、ね、平和のところだけ、平和のところは2枚あるんで、ね、あ、いいっすね、最後のところも強いし、これのためだけに平地が3枚入ってるっていうのやっぱり後半でも強いカードはタッチする選択肢ありますからね。この場合に黒マスク引かなかったりとかね、はい、てな感じでね、久々のシールド戦のコンバットだったんですけど、いかがだったでしょうか。面白かったという方はね、ぜひ、チャンネル登録、通知音、コメントなどよろしくお願いします。よしひろさんの開封大好きチャンネルもよろしくお願いします。よかったら見てください。はい、お願いします。はいはい、じゃあ今度ね、マジックフェスト千葉行く方はぜひ会場で、吉野も行きますけどね。いや、俺も一応、あの、はい、温泉は出ないですけど、歩いてます。遊び行く方はぜひ会場でね、お会いしましょう。それではまた、またさよなら。